はい、ですね、ここは高知県のですね、とある有名なラーメン屋さんなんですけど、銀龍閣ってあるんですね。まあ普通のお店なんです。でまあこんな感じの静かな場所なんですけど、ここね、多分ね、日本で一番ね、悪いことのできないラーメン屋さんだと思うんですよね。ここに入って悪いことしようとしたら多分恐ろしいということですね。どういうことかと言いますとですね、このお店ですね、門番がいるんですよ。門番、こう、わかりますかね、坂本龍馬がいるんですよ。こんな人がいたらちょっとね、怖いね、怖いですね。ちなみに解説すると、ここは、坂本龍馬のこう生まれたところというか、生まれた場所なんですね、の近くで、それで坂本龍馬がこうやって、お店を守ってるっていうね、日本で一番入るのが怖い、あるいは悪いことのできないラーメン屋さんかなと。創業50年、力のある、高知らしいラーメンをいただきました。